安津の里安津の木収穫直前の木安津の里は、長野県千曲市森地区、倉品地区にある観光名所である。市町村合併以前の旧、公職種の安津の生産量は、平成13年度には、日本一であった。元禄時代、伊予宇和島藩主、伊達宗都市の娘、豊姫が、第三代松城藩主、真田高堂に嫁いだ際、故郷を忍ぶ品として、 安図の種子を持参したのが始まりとする説がある。安人が赤止め役として陳調され、松代藩が幸いを奨励したため、今日に至るまで生産が盛んになったと言われている。森地区、倉科地区は柄地と呼ばれるほど石が多く、畑作に不向きな土地とされていたが、日当たりが良く、水はけが良いため藩がこの地を選んで生産を奨励した。 当初はもっぱら種子を取るための栽培だったが、江戸時代後期には実を食べるようになり、乾燥したアンズを産菌交代の土産にしたという。ザブルーハーツが最後にライブを行った地でもある。4月上旬頃からアンズの花見を楽しむことができる。また、アンズ狩りは6月20日頃から7月15日頃まで可能。収穫シーズンには浴衣を着てアンズを収穫する。 この地域ならではのユニークな光景を見ることもできる。ンズは開花予測も収穫時期の予測も困難な作物なので、降落の際は最新の情報を確認する必要がある。ありがとうございます。